どうもこんばんは。今日は遊戯王カードに対して感謝の言葉を述べたいと思う、今日は。私はね、遊戯王カードで会えてすごい幸せやった。このカード1枚を眺めるだけで3時間は遊べる。俺はね。俺はこのカードを1枚眺めるだけで3時間遊べる。レッドアイズブラックドラゴンだぜ。めっちゃかっこいい光るし、これ。もうキラキラに光るし。ね、これ。これ見てこれもうほんと。ほらほんとめっちゃかっこいい、これ。これで3時間遊べるわ。ドラゴン族、神器の目を持つ黒竜、怒りの黒き炎はその目に映る、すべてのものを焼き尽くす。マジでほんと。こんな強いのこれ。超驚きなんだよ、このガード。怒りの炎ですべて燃え尽くしちゃうんだって、これ。新事実、これ。新事実。俺も知らんかった、それ。超勉強になる。これめっちゃ光るじゃん。これめっちゃ光るじゃん。こうやってと。めっちゃ光る、ほら。めっちゃ光るじゃん。おめっちゃ光るじゃん、これ。何これ、めっちゃかっこいいんだけど、ほら。何これ、めっちゃかっこいいんだよ、ほら。ほら、見て、めっちゃ光るんだけど、見てこの輝き。やばくね、これ。レッドアイズ、ブラックドラゴン。これだけで3時間も遊べるで。ほんと。やべえな、輝き。やっぱ黒木優、ウルトラリア持ってるだけの、ウルトラリアの花だけの話はあるわ。黒木ドラゴン。マジで。なあ。見てるだけで感動だ。もう涙が出てきた。ほんと。かっこよすぎて。さすがレッドアイズ、ブラックドラゴンやな、これは。ほんと。マジで。そう。感動したね。バイ。